ただいま到着いたしましたね。イエーイ。ねえ、いっぱいみきゃんちゃんいますよ。みきゃんちゃん。ぐるーっと回っちゃうかな、ママは。じゃあ、あのさ、みきゃんちゃんのとこ行ってみない？行こう。すごいね、おっきなみきゃんちゃんだよ。じゃあここで、これだよこれ、イラポン。ほら、あの伝説の蛇口からみかんジュース。ほんと蛇口にほら汗かいてるよ。すごい、これちゃんとこんななってる。わあ、すごいね。一杯350円、飲んじゃう。みきゃんちゃん飲んじゃいますけどよろしいでしょうか。ん、みきゃんジュースいっちゃう。じゃあ行きましょうか。いただきます。はい、カップ買いましたね。はい、じゃあこの蛇口行ってみましょう。できるかな。出た、本当に蛇口から出たね。すごいね、うん、おお、本当に出た、本当に出た。たっぷり入れちゃっていいよ。ストップ。おお、よかったよかった。重い、じゃあ今さ、ちょっと待って、これはめようよ。ママね、これもらったから。いい、まずこれをシャキンはめられるかな、自分で。ママ持ってるからはめてごらん。はい、どうぞ。出た？お味は？飲んでみて。お味はいかがでしょうか？おいしい。おいしい？なんかね、うん、自然から取ってきたみかんを直接入れた感じ。あー、そっかそっかそっか。そこら辺にこう、みかんなってるやつがね。あー、そう。じゃあ濃いんだ。ママにも飲ませて。ママも行きます。はい、お味は本当美味しい。美味いね。なんか皮っぽい味も後からちょっとくるっていうか、美味しいです。美味しいです。ここさ、みきゃんちゃんあるかどうか見てみる。見てみる。よし、じゃあ中入りましょう。こういうの可愛いじゃん、ほら。もうここはさ、ゼリーもあるし、みきゃんゼリー、ロココンとか、やっぱりあるね。すごいね。こういうのも可愛くない？ほら、ちっちゃいね。でも大きさ、イラボンはさ、ちょっと大きめがいいんでしょ。ちょっとだけね。あ、出てきたじゃない。これが欲しかったんだっけ？もうちょっと大きくなかった？もっと大きくなかった。ちょっと待って、ママ芋けんぴちょっとほらこんなしっかりした芋けんぴ。どうする？1個これ買おうよ。ホテルで食べちゃおうよ。ねえ、ホテルで食べちゃおう。じゃあこれ1個と芋けんぴ買いましょう。ね。してみきゃんちゃんがいっぱいいるよ、ほら。みきゃんカステラだって。あ、どら焼きで思い出した。ママ今日ね、ドラえもんのどら焼き持ってきたの。ドラえもんのどら焼き。そうそう、おやつにしようと思って。そのままやんって。見て、ポンジュースのさ、何これ。グミだって、ポンジュースグミだって。買い買う？買い買う。こんなのもあるよ。
美味しいよね。もちもちしてる。結構。ちょっとみきゃんちゃんグッズがあるよ、いだぽん。ほら、ここに。ねえ。はい、かわいいじゃない、これね。なかなかよろしゅうございますよ。ねえ。こっちは？こっちもほら、みかん餅。あ、本当だ。ほらみきゃんちゃんグッズ、ドライみかんとかあるよ。ドライみかんね、みきゃんコップ、オレンジを入れるとみきゃんちゃんになるんで、オレンジジュースで。そうじゃないこれ。確かにね。タイリサージュース買っていこうよ、これね。えほら、マスクもあるし、すごいね、いろんなのもあるよ。ポコポンがさ、欲しかった、うん、あ、ほんとだ、おうどんとかそうめん、みきゃんちゃん、みきゃんステッカーねえ、じゃあこれで買おうかな、ママ。どう思う？ねえ、あとみかんちゃんです。こんななってんだね。すごいね。ひでちゃんが欲しかったあの大きさがないね。ねえ、ちょっとなかったね。ママ、また探そう。すっごいね、これ。ねえ、みかんジュースタワーだってよ。すごくない？あ、マック君っていうのかな。ねえ、松山空港イメージキャラクター、こちらは愛媛県のイメージアップキャラクターですね。みきゃん、おー、あ、なんかいいもの発見。スタンプ押しちゃう？記念のスタンプだよ。よし。お、これ見せて見せて。あ、綺麗じゃないですか。素晴らしいです。じゃあこれ持ってきましょう。あとでさ、日付書こう。ね。
信号が終わったら行きましょうか。やだ、ママこれビデオ回すのかね。イダちゃん撮りました今。イダちゃんが撮りました。すっごいよかったね。白クマさんが欲しかったんでしょ。よかったじゃないか。そうね、でも無事に撮れてよかったね。お兄さんにありがとうよ。あそこさっきいたかな多分、ね、あもういないや。じゃあ行きましょう。あ元気になったねイダポンね。ねえ、おっちゃんフードホールでございます、お昼ご飯でございますね。はい、でもたこ焼きが食べたいということでたこ焼きにしてみました。はい、どうぞ召し上がってください。なんかねこれ生きてる見える鰹節。そうね、たこ焼きが高くてさ鰹節がかかってるから泳いじゃってるのたこ焼き。ね、たこ焼きの上で鰹節が泳いでる。なんか調味料っぽい。いただきます。はい、どうぞ。ドリンクはメロンソーダね。はい、日本に来るといつもメロンソーダ。おいしい？おいしいよ。よかったね。大だこが入ってるって聞いてたよ。え？大だこ、大だこって何？タコが、大きいタコが入ってるってこと。ここはね、フードコートになってですね、いろんなお店が入ってて、ね、タコはこのたこ焼き屋さん。ママは全然違う。ここのですね、七福神っていうところのこちらのですね、大名御膳っていうのを食べてみたいと思います。1日20食限定なんだって。でもほら今日平日だからまだありますよって教えてくれた。とろける。うん、いいじゃない。美味しい。美味しい。イダポンが一人で4個目を食べている時にママのブザーが鳴ってママの大名御膳が参りました。すごいでかい。大きいね。すごいね。食べれるかな。でもお刺身あり煮魚あり、あとほらフライもあるんだよ。魚のフライ、あと卵焼きもあるしサラダもあるし、いろいろ入ってるね。じゃあママはこれ、あ、お味噌汁もある。あ、お味噌汁がある。はい、じゃあいただきます。完食でございます。イダポンはもう全部食べたじゃない。8個。あれなんかママも食べた気がしたな。イダポンは5個ね、食べたね。えらいえらい。ママ3つ食べてさらにこれ。すごいよね、ママ。やばいっすね。めっちゃ食欲ある。ね、あそこにさ、実はさ、ケーキ屋さんが見えるんだけど、ちょっとだけ行ってみない？いいじゃん。ねそろそろさ、ホテルにも入れると思うからね。ちょっと行ってみましょう。ぼっちゃん横丁って書いてありますね。唐揚げとかチキンだね。チキンのお店。
ビストロパリア、ね、ここは焼肉屋さんだったよ。でも焼肉はここじゃなくてもね食べれるもんね。でもこっちの関東じゃないところのお肉が食べれるのかもしれない、ね、あらアヒージョ。ね、良かったですね、ここね、イダポン。なかなか良かったね。よし。じゃあ、ホテル行きます？ほら、モンブランがあるよ。でもさ、これ今食べれないでしょ。どうする？ちょっと、モンブランがあるんですけど、ちょっとでもやめとこっか。少しさ休憩してそれから来ようよ。そうそう、ママそれ食べたい。でもこれさ、じゃあイルさんプリン買う？食べたい。あ、かき氷が食べたい。ちょっとじゃあ考えようね。行きましょう。今日泊まるホテルは夜泣きそばが無料で食べれます。そしてお風呂の後はまたお楽しみがありますので、そのためにママは予約入れましたので、まあとりあえず行ってみましょうか。あっち行きましょう。あっちホテル行こうよ。大浴場があるから、イダちゃん大浴場好きなんだよね。ねえ、行きましょう。